8月8日の報告です。で今日は新宿のトモズに買いに行こうと思ったんですよ。というのはあの瓶の栄養ドリンクっていいんですけど、まあ、あれにものすごい種類の、まあ、仙石って、医者は1000粒の薬を混ぜて飲むんだみたいな、あのあれありますけど、まあ、それを簡単にしたのが、まあ、栄養ドリンクみたいな武田の有波みたいなものだとすればすごいなってまた再認識で再評価したんですけど、それでまあ昨日トモズちょっと歩いたところにトモズがあって、そこにあの栄養ドリンクの細粒の栄養剤があって、顆粒の栄養剤、顆粒って言うんでしたね、1錠2錠1本2本顆粒の栄養剤、まあというのは瓶に入った栄養剤ちょっと割高なんで、まああのあれですよ、一回うちの父親あの1日に5回ぐらい栄養注入して、まあまあカテーテルチップという注射器みたいなのでやるんですけど、まああれ30ミリリットルなんで20ミリリットルぐらいなんですよね。まあ2本で40ミリリットルなんですけど、まあ、ちょっと割高なんで、下流にしたらちょっとなユンケルのあれがありましたねみたいな。でトモズに行こうと思ったら、あの新しく100円ショップのシルクさんの後にできたサンドラックさん、なんか中国の方がやたら多いのは何なんでしょうね。いやそこで日曜あたり中国人誰か、松清とかタックスフリーの中国人の人ばっかりですけど、まあ日本に金をお金を落としてくれるのはありがたいですけど、全部僕の業績のような気がするんですけど、なんで僕に金が回ってこないんですかね。全部じゃないですけどね、一部こんなことでいいんですかね世の中。まあこっちのセリフだって言いたいですけど、ね、まあうち、まあお金を落としてくれるのはありがたいで、まあ日本の製薬企業、日本の電気産業は儲かってくれるのはまあありがたいんですけど、まあそれでサンドラックさんによっていいのがあったらここで買おうと思って、まあ、ユンケルがあったんですよ。まあ武田のハイシーの下流もあって、あれも一応買っとこうかなと。それで今日気づいた、今日勉強してて気づいた、あの風邪薬っていうのも、まあ、風邪薬あんまり飲むと肝臓とか悪くなる、肝障害になる恐れあるんで、でも昔パブロン一粒飲んでたように、うん、微量ならいいなと思って、ちょっと微量でお医者さんに勝手にやって申し訳ないし、うちの父親すごい風邪ひくんです、風邪っていうか熱が出るんです。で微量ならちょっと試してみましょう、カッコンとオットカキの買ったやつ、パブロンとか、うん、ちょっと下流のペラックとかありましたね、ちょっと微量でちょっとため、まあ、まだ死んでないですけど、一回一方だと多すぎるんですよね。だから微量でちょっとやってみましょう、注意深く、その方が長生きするかもしれない。まあとりあえず80を、もうとりあえず今日で80超えたんで、まあまあそんなにあれ否定されるあれもなくなるでしょうね。まあ、ちょっとあれですよ、お医者さんの医学、医者の病院の医療プラス家でのなんかあれセルフメディケーションというんでしょうかね、まあ、そういうのが必要だと思いますよ。ね、うん。まあ、豆とかを粉々にして100個ぐらい集めてあげるっていうのもいいんですけど、まあ、それでできたものをまあいろいろあります。栄養は重要だし、うん、ちょっと半導体とかブックオフさんとかと離れてますけど、結局もう、うん、ちょっと自分が肝臓を悪くする、まあ、そこは気をつけながらということなんですけど、それでトモズで、キーレっていうなんか
どっかの倉敷の、岡山の倉敷の会社のあれがありまして、岡山といえば岡山とかああいうプラントみたいなのがいっぱいあって、同位体放射、同位体放射性同位体みたいな、あの周南市とかにもいっぱいああいうプラントで作るみたいな、武田も東京ドーム100個ぐらいの土地を持ってますけど、100個ぐらい、うん、東京ドームは言い過ぎですよ、まあ、野球場100個ぐらいでしょうかね。いや、僕は今何が欲しいかというと土地が欲しいんですよね。資料を置くとこ場所がないという、資料置き場に困ってるんですよね。それでまあちょっと出してるのもあるかもしれないですけど、なんか栄養ドリンク工場を作りたいなと密かに思ってるんですけど、もう出せば売れる状態になってるんじゃないですかね。ああいうのは分かりませんけど、ということで、ということでですよ、今日はトモズで木入れを買って、1800円で買って、今日3000円持って行って、でビッグカメラ大黒ドラッグさんに行ったら、あの昨日買ったビタミンのあれが大黒バージョンで出てますけど、それで松清さんに行って、よあって納豆キナーゼを買いたいですね、また。ということで、それで結局ビッグカメラで養蚕となんとかっていうのか、ビタミンを買いましたね、養蚕を。まあいろいろ常備しておくのは大事だと思いますよ。常備薬と言いまして、でそれで今日は半ページバージョン、昔切ったやつだよって、全部出してきましたね。残してまたカードにしたい気持ちはあったんですけど、まあ家にある資料を一応全部撮影して出してみようかなって気にもなってますけどね。そうすればまた金が入ってくるんじゃないかという、お金のことを考えてるんですけど、まあいろいろ、まあ大きさは様々ですけど、まあ時間は短かったですけどね、ラプシーですということになっております。陸上をやっている世の中は一体何なんでしょう。ということで、まあ IC レコーダーで夜、早めでスピードラーニングをしたりしなかったりしてますけど、あそこの業務用スーパーでビタミンドリンク500ミリ缶の売ってましたけど、あれを量が多いなと、スキヤがここにもあるという、スキヤはお安いということです。ということになっております。まあちょっと今日は6時ぐらいまで寝てたのがちょっと失敗気味だった、疲れが取れないという、右手じゃなくて左手まで荒れてきて、そうなっておりますけど、どうにかして、あと親がちょっとうんこも出せないぐらい弱ってる時あるんですよね。でうんこ、指に、肛門に指を入れてうんこを出す、あれなんて言うんでしたっけ、なんとかをよくやるんです。もうちょっとあれなんで言えないような話なんですけど、でもあの栄養があって元気が出ると自分で排泄をできるという、こんなことは言いたくないです、言わされて、また言わされてしまいましたね。そういうまああれを知るっていうのも大事なんですけどね、ギリギリで、ギリギリですね。あ、こういうのはあれですよ、テレビに出てる人もちょっと言ってもらいたいと思うんですけどね、自分の
親のよくいきなり亡くなった情報を出すんですけどね、タレントさんとかのイメージが悪くなるって言って絶対言わないでしょう。それでやるですよ、イメージを保って。いきなり親が死んだ言うんですよね。それでいきなり結婚しましたとか言うんですよね。まあ僕はテレビに出てないっていうのはあるんですけど、絶対出ない、絶対言わないに等しいですね。親の病状は絶対に言わないと、僕が絶対にテレビに出ない、等しいですね。これ以上裸にされたくないっていうことなんでしょうか、わかりませんけど。それで金をもらっている。武井壮さんなんかはなんかめっちゃいいマンション買ってましたね。それと引き換えにランニングで過ごしてますけど、冬でも、まあ、ランニング時代は終わりましたかね。まあ僕からするとめっちゃ悔しいんですけどね、自分が稼いだ金が全部テレビに流れて、向こうもそういう気持ちなんでしょうけどね、僕の心境を思いはかってもらいたいと思いますけどね。もう腹が煮えくり返るような、と言ったらお互い様でしょうかね。ということで、またあれです。今日はトモズに行きましたね。そういえば本田トモ子さんを思い出さずにはいられない。ホンダ、僕は別にバイクに乗ってないですから、本田技研さんにはお世話になって、あんまりなってない。昨日の小さい袋に本田光太郎って書いてますよ。あれ応用物理学会の初代会長だったんでしょうか、よくわかりません。応用物理学会だもん。あれです、大事です。まああの百草眼っていう長野製薬さんで思い出したんですけど、やっぱ製薬会社のまあアリラミン的な、まあ、100種類いいようないい成分が100種類、まあ、武田なんかいっぱい試薬がありますから、そういうものは全部持ってるでしょうから、武田さんこそアリナミンのような汎用的な、まあ夜飲めば、まあ、ユンケル今日買おうと思いましたが、明日ぐらい買うかもしれない。もう一郎さんの今日電車のシールが貼ってましたけど、まあ夜飲んで薬が勝手に体を治してくれるみたいな、そういうイメージですけど、体全部を治してくれるみたいな、1000種類ぐらいの栄養が入って、1000種類ぐらいの微量の薬剤が体の隅々を全て治してくれるみたいなドリンクがあればいいなと僕思ってるんですよね。そこで何を入れるかですよね。まあでもいくら作っても飲みすぎる人っていうのはいるんですよね。まあ、間違った方法でお金を儲けてしまった人とか、1日5、6本、1日10本ぐらい飲んでしまうとかね、そしたら肝臓悪くなります。肝臓悪くして、早死に死んでしまうっていう、まあ、そこの調整が難しいんですかね。給料もあるし、金のもらい方もあるしね。適量ってのが難しいんですよ。お医者さんだってもう薬使い放題ですから、間違って多く薬飲んでしまう。
ですよね。知ってます。それを臨床研究をしているのが我が武田薬品で臨床データ公開中と言ってるんですけど、それで武田に頼ってしまうということかもしれません。ただ応援をしているだけかもしれません。まあ YouTube で NIH とか散々見て研究されたと思うんで、僕に広告という名の報酬をいただきたいんですけどね、未だに連絡を取ってこない、未だに電話かかってこないという、分かりませんけど、分かる。こういうジュースでもいいんですよね。結局ドデカミンでも、ドデカミンこそすごいかもしれませんよ。つい薬に頼ってしまいますけどね、格闘しております。皆様も同じぐらい何かと格闘しているのではないでしょうか。現場で格闘しているのではないでしょうか。格闘です。レスラーの人はリングの上で日々格闘しています。あとビール、お酒っていうのもあれお薬で、酒は百薬の長と言いますけど、今日も資料調べしていますと、4名種の会社がどっかのあって工場があるっていう。4名種、まあアルコールがちょっとあれですね。まあいいですけど、まあ、酒だって百薬の長と言いました。まあ薬ですよ、半分言ったら。それを取り入れた方がいいんでしょうね。おちょこいっぱいって言いますけど、それもまた勝手にやってアルコール解毒なんで、まあアルコールでお茶を濁すっていうか、ちょっとごまかしてる部分は、まあ薬ですよ、言うたら薬ですよね。まあそれでカフェの会話とかでも、アロマとかでも、アロマテラピーってセラピーっていうぐらいで、どっかフランスかどっかではなんか国が承認してるみたいな国もあるらしいですね、アロマも。なんか日本橋の大丸でアロマの専門店とか漢方の専門店とかありますけど、まあアロマも緩い薬なんでしょうね、サプリ的なね、まあ、健康補助。フランスといえば国家資格があるとかないとか聞いてますけど、まあ医薬なんですよ、ね、中国の医薬、医食同源ですよ。漢方、ちょっと漢方に頼りすぎだとか、西洋医学、化学物質、ということでございます。化学好きすぎるという、物理、テレビですね。うちなんかテレビとかパソコンとかずっとつけてますけど、はい、パソコンとテレビをつけて、これ別にお医者さんに言われたことじゃないですけど、セルフメディケーション、まあ健康長寿に日立のテレビがあったっていうのはあるんですけど、石津さんを見出してしょうがないですね。石津君の家はテレビが、日立のテレビがあったっていうなんですけど、ベッドサイドに日立のテレビがあったかもしれない。ベッドサイドっていうなんか論文みたいな石津さんが書いてましたけど、稲本潤一選手が出て石津さんを思い出しました。あと WBS に出てた新藤キャスターも石津さんに似てますね。ということで今日のここは終わりです。失礼します。